どうもフルート奏者のミョンです。今日はフラッタータンギングについて解説したいと思います。よろしくお願いします。こういう解説系の動画なんですけど、一つだけお願いがあります。みんなの学校やレッスンに通ってる先生のご意見と私の意見違うこと絶対出てくると思います。その時にどっちの意見が自分に合うかなみたいな思いで見てみてください。合わないものは全然飛ばしちゃってください。私の動画でもよろしくお願いします。今日のフラッタータンギングについてなんですけど、まずフラッタータンギングって2種類あるんですよ。で、そのフラッタータンギング1つ目は巻き舌をする。今日はこの解説をしたいと思ってます。2つ目、喉を鳴らす方法、うがいをする時のような喉を鳴らす方法があるんですけど、実はこれ私できないんです。そう、私は巻き舌の方法しかできないので、巻き舌じゃなくて喉鳴らす方法を知りたかったという方は、この動画はこの解説ありませんので、すみません。また次回よかったら動画ご覧ください。ごめんなさい。では早速、みんなは巻き舌できますか？巻き舌はこんな感じなんですけど、できますか？私はもともとできなくて、カレーライスって言ってずっと練習してました。そうなんです。それで、ただ私の知り合いにいたんですけれども、巻き舌いくら練習してもできないっていう体質なのかなという方も世の中いらっしゃるみたいなんです。実は私の母もそうなんですけれども、なんでできないかっていうところを一度私歯医者さんに聞いたんですけれども、下のこの顎とベロがついているこの筋があるんですけど、こう舌を上にした時に縦の筋が見えるのって鏡見ると分かると思うんですけど、これが長いとどうやら巻き舌ができない体質らしいんです。だけどこれ、私の知り合いはここを切ったんですよね。もちろん歯医者さん、病院でですけど、で本当にできない体質の子もいるんで、これはできなかったとしても落ち込まないでください。大丈夫です。フルートの専門勉強してる人でもできないって聞いたことあるので、ただこの話も医療系の話になるので、私も専門外なのでちょっと軽く聞いていってください。そういう人もいるんだということが伝わると嬉しいなと思いました。それでまず、私はカレーライスってずっと言えるようにしました。カレーカレーってずっと巻き舌言えるように練習しました。でこの時結構腹式呼吸ちゃんと使うと、長くフラッタータンギングというか長く巻き舌ができるんですよね。なので腹式呼吸ちゃんと意識してって練習すると、これね、ロングトーンが良くなるっていうのにもつながると思うんで、取り入れてみてください。でカレーライスって言うようになったら、いろいろラレロロレロとか言ってみて、それどんどん巻き舌が簡単にできるように練習してみてください。実際楽器を吹くときは声を出さないですよね。吹けないから声はしまってください。そうなので、息吐いただけで巻き舌ができるように練習しなきゃいけないんです。でもこの時にカレーって言って練習してたんで、はるはるって言ってるようなイメージで練習すると、今度息、声を出さずに練習することができると思います。こんな感じです。そしてこれができるようになったらもうこっちのもんです。あとはフルートをつけるだけです。何でも吹きやすい音、私はソが吹きやすいので、こんな感じで練習していくとできるようになると思います。いきなり楽器をつけて練習するよりも、先に巻き舌ができるようになってから練習するといいかなと思います。巻き舌がまずできるようになるっていうのは、なかなか、もともと巻き舌ができる方は
ね、やりやすいかもしれないんですけれども、私も苦労したんですが、巻き舌がまずできないっていう方はちょっと練習に時間がかかるかと思います。頑張って自分のものにしてみてください。まあその舌のこの筋を切るとかっていう話はもうほんとふわっと聞いててください。どうしてもできないタイプの体質の方もいらっしゃるということが伝わると嬉しいです。できなかったとしても絶対に落ち込まないでください。うがいをやる方法誰かどうかが私もヒントを出せると嬉しいんですけれども、うがいの方法もあるので、どちらか自分に合う方をやってみてほしいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった、また見たいなと思っていただいたらチャンネル登録、ぜひ高評価もよろしくお願いします。コメント欄もとっても励みになっております。また動画で会いましょう。バイバーイ。